アイバン7285新作セルフレーム参戦。はい、皆さんこんにちは、 DI 上野浦店長のたくまでございます。こんにちは、 DI 上野浦ひかりです。はい、では本日、まあ、当店でも、はい、まあ、国内ブランドの中でも人気のアイバン7285、当店でもかなり紹介させていただいてるんですけども、今期もですね2024年秋冬のコレクションの新作がついに入ってまいりましたので、はいはい、今回セルフレームですね参戦、はい、皆さんにご紹介させていただけたらなと思います。では早速ご覧いただいている新作なんですけども、どうでしょうか。お色味すごい綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗です、はい、なんかですね、今期の7285は今までに見たことのないこうカラーパレットというか、はい、バリエーションがすごく多くて、本当にあの新色すごく多かったんですよ、はい、で今回もパッと見ていただいて、メガネの枠とサングラスの枠で同じ形のバキッと色味のバリエーションが変わってくるので、はい、ちょっとメガネもサングラスも実際かけながらちょっとご紹介させていただければなと思います、はい、では早速たくま店長にかけていただいているのがモデル362、はい、カラーが100番、サイズが4624となっております、はい、こちらめちゃくちゃ、はい、なんか可愛いですよね。そうですね、なんか7285って本当にちょっとこうモードでシックなイメージっていうイメージがすごくあったんですけど、はい、なんかこのモデルはちょっとキュートさもある、そうですね、ありつつ、はい、やっぱ7285が持つこうなんかこうミニマムでちょっとこう抑制の効いたデザインっていう、こうバランス感にすごく富んだデザイン、はい、モデルになるんじゃないかなと思います、はい、でこちらなんですけども、ブランドさんから説明の方が出てて、はい、読み上げますね。ホックニー、コルビジェ、ウォーホルなど、いわゆる巨匠のアイコニックなメガネをイメージした、現代に生きる誰かのアイコンになるような、その人の顔を作るようなメガネをというデザインチームの思いを具現化したモデルです。素晴らしいですね、 素晴らしいですね巨匠ですよ、はいはい、でも言われてみればっていう感じしますよね、はい、そうですね、やっぱりセルフレームなんですけど、はい、ちょっとこう不思議なデザインですよね、っていうのがこちらです。あのデザイナーの中川氏に、はい、あの直接伺ったんですけど、はい、フレームの形とレンズの形が本当にほぼほぼ一緒、線に強弱がなくて同じ太さでクーッという風に描かれてるんですよ、はい、まあ、実際ちょっと分かりやすいように深井さんにちょっとかけていただくんですけど、はい、通常やっぱプラスチックフレームってこうラインの緩急があるので、これとかだとフレームの形とレンズの形がやっぱ若干違うんですよ、実際よく見ると。でやっぱ太さとかも上の方が太くて下が細いみたいな感じなので、バランス感的にやっぱこういうバランスのものがほとんどになるんですけど、まあ今僕がかけてるのは本当に同じ太さでこうリムを成形してるっていうので、はい、ちょっとこう不思議なちょっとポップな印象になるということでございました。かけた印象なんですけども、はいはい、私女性から見てこう男性がかけられた雰囲気ですね。なんかこうちょっと先ほど説明があった通り、あのレンズの形とアウトラインの形が同じになるので、はい、ちょっとこう2人で話してたんですけど、チューブみたいな見え方になるんですよね。 そこがすごくこう遊び心はあるんですけど、ただデザインはかなりミニマルなので、お仕事使いでちょっとこう柔らかい印象に見られたい方とかにもおすすめできるモデルかなと思います。私かけてるのが707っていうサングラスのカラーなんですけど、はい、すごい綺麗ですよね。ピンクです、はい、髪の毛と同じカラーです。そうなんですちょっと合わせてかけてみたんですけど素敵ですね、はい、でもサングラスだとフラットレンズがこう搭載されるようなモデルになるので、ちょっとこうキラッと感、なんかよりモード感が増したような印象になるのかなと思いました。いかがでしょうか。そうですね、やっぱりそのフラットレンズ、こうモードな雰囲気、ファッショナブルな雰囲気がすごい出るので、うん、なんかちょっとこう気になってるなっていう方にはぜひ一度かけていただきたいモデルですよね。そうですね、はい、やっぱ女性がかけてもやっぱり雰囲気的に柔らかさがあるので、やっぱすごく素敵だなって思うのと、一応このカラーとあと一色グリーンがあるんですけど、これは実はサングラスでしか作ってないカラーになっております。あ、グリーンもかけていただきましょうか。そう、この2色はもう完全にサングラスフレーム、このこちらのモデルのサングラス枠でしか作ってないカラーで、すごい綺麗な色味なので、ぜひ注目してほしいカラーかなと思います。でちなみにこちらサングラス枠と、フレーム枠でちょっと金額が違うんですけど、最初僕がかけ、あ、今僕がかけている黒縁の方は税込み6500円と、ヒカルさんがかけてるようなサングラス枠は、税込みで69,300円となりますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。
では二方目、たくま店長にかけていただいているのが、はい、モデル648、サイズが45-23、カラーが100902でございます。はい、はい、無論かっこいいんですけど、かっこいいです。今日は僕これ私物で購入します、はい、予定です。はい、まさにこの黒金になるんですけれども僕初めてなんですよ、ラウンド自分ので選んだの、もうぐらいもう僕感動しちゃって、このフレームになんかディテールもそうだし、はい、なんかすごくデザインのこうまとまり方がやっぱ7285らしいなって思って、今期は僕はこれをチョイスしてみましたので、はい、皆さんもぜひチョイスしてみてください。ただですね、はい、今期のコレクションの中で一番高額だったんですよ。そうですね。一応税込みで、フレーム枠が77,000円だったんですよね。ちょっと高額にはなりますよね、はい、かなり高額の商品になってくるんですけど、はい、もうでも、ね、めちゃくちゃやっぱディテールが良くて、はい、まあ、そういうのもちょっとご説明させていただければなと思います。まずですね、はい、これ実際中川氏がデザイナーのです、ね、中川氏からお話を伺ったんですけども、はい、僕の心をこうぶっ刺してくることが、はい、カルティエの世界観、はい、こうラグジュアリーだけどこう抑制の効いたデザインっていうのをやっぱこのモデルでは目指したらしくて、でもう本当ディテール見てもらうとちょっと分かるんですけど、はい、長板の位置が金属の板がこう入ってるんですけど、はい、実はプラスチックと本当つらい位置で綺麗に合わさってるんですよ、はい、っていうのがこれ今までの作り方とちょっと違って、全部組み合わせた後に一気に磨いて磨かないとやっぱ辛い位置に合わないってことで、一気に磨い一緒にもう全部磨いちゃってる。でするとやっぱ金属のメッキが剥がれるらしいんですよね、はい、でやっぱメッキを後塗りで塗らなきゃいけなくなるので、今回低温メッキっていう僕が知らない言葉を、はい、初めて勉強させていただいたんですけども、はい、低温メッキって言ってプラスチックが溶けない温度で金属をその上からメッキするっていう、かなり高精度な技術を持って塗装、はい、メッキをかけているので、やっぱそこにも手間がかかってるし、今回ワンピンのディテールを結構用いてるんですけど、はい、ここのワンピンも初めての構造で、ピンの数、やっぱメガネって2ピンとか3ピンとかピンの数が多ければ多いほど強度って増していくんですよ、はい、でそこでワンピンで強度どうなのと思いません？実際そういうお声も店頭で接客してると多いですね。多いです。これ一品だけどこれ壊れないんですか、はい、ってお聞きされるお客様多いんですけど、これ実はですね、埋め込み長板っていうまた別のちょっとこう長板の設置方法があるんですけど、とワンピンカシメを合わせ技で使っているので、実際のピン止め2つのパーツを穴から通す感じでゴチッと埋め込んでるので、めちゃくちゃ強度が増してるんですよ。なのでこれシンプルに見えるんですけど、はい、パーツの数がやたら多いの で、ね、価格が上がってしまうのは仕方なかったんじゃないかなっていうのは、はい、思いました、ね、はい、こちらの648っていうモデルなんですけども、はい、アイバン7285では初めてブロータイプと呼ばれる、はい、モデルになってます。なんか僕の中でブロータイプって聞くと、はい、いや昔もあったよなってイメージがあると思うんですけど、はい、なんかちょっと違いがあるんですよね、はい、実はサーモントタイプとブロータイプを7285分けていて、はい、以前出たこのタイプですね、違いっていうのがここのブリッジの部分ですね、メタルのパーツになっているんですけど、こちら分かれているものをサーモントっていう風に7285では呼んでいて、はいはい、ブロータイプっていうのはこのブリッジの部分ですね。そうですね、はい、このプラスチックでこう上が一つながりになっているものをブロータイプって、はい、ここ区別してるらしいんですよ、はい、それが今期初7285で出たという感じで、ファンの方にもやっぱりたまらないんじゃないかなと思います。で、たくま店長これで私物で購入予定なんですけども、はい、かけた印象がラウンドやっぱりこうイメージ今までなかったなっていう感じするんですけども、はいはい、完全にラウンドじゃなくてやっぱりちょっとこう楕円形のシェイプなの で、ね、うん、そちらもお顔なじみが良くて、なんか同じようにこうラウンドをかけてみたいけどちょっとなって言われる方にぜひ一度かけていただきたいモデルかなと思います、はい、でヴィンテージっぽい雰囲気がありながら、でも意外とちょっとこう探すとないよねみたいなディティールがやっぱりこのメガネ好きな方の心をくすぐるんじゃないかなっていうディティールですよね。で、私かけてるのが345805っていうキベッコーと黒のカラーリングなんですけども、はい、お色味でまた全然雰囲気が変わりますよね。はい、ですよ、僕この結構キベッコーとマットブラックのメタルのコンビネーションカラーメタルフレームのアイバン7285の、はい、すごい好きで馴染みいいですもんね。そうですね、そうなんですよ、はい、なんでうちでも結構お客さんにこうおすすめしてかけてもらうと、うわこれいいねっていうリアクションが結構大きいカラーでもあるのかなと思ったりするんですけど、やっぱなんかこうキベッコーの感じってちょっとこうクラシックに見えるんですけど、なんか7285のマットブラックと合わせることによって、それちょっと時代性が
いい意味で感じさせない、なんか新しさもあるけど懐かしさもあるような、なのでいろんな洋服に合わせやすくなるようなカラーなのかなと思ったりします。で、男性がかけてもかっこいいし、やっぱ女性がこういう風にちょっとこうシックにかけていただくのもありなカラーなので、まあ男性女性問わず本当にいろんな方にこうチャレンジしていただきたいフレームかなと思います。ちなみにサングラスバージョンもございまして、はい、一応マットホワイトとマットブラックっていうですね、はい、ちょっとこう面白いカラーになっております、はい、でサングラスフレームはあの他のカラーがなくて本当この2色だけ、逆にサングラスカラーでしか出てないカラーなので、ちょっとこう特別感があるというかですね、なんかでもあえてマットにすることでちょっとサングラスのレンズがのカラーが引き立つ、ちょっとシックな印象になってるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、そうですよね、やっぱりこのシックな雰囲気でかけていただけるっていうのと、特にあのクリアの白の方なんですけども、うん、先ほどご説明したあの地元のディティールがすごく分かりやすくなってるので、そうなんですよ、はい、低温メッキをかけたおかげで、はい、あの芯にですねあの熱が加わってちょっとこう変色してるんですよ、うん、やっぱわざとっていうか、そうせざるを得なかった製造過程をこう垣間見るディテールになっているので、そういうのもちょっとこう野生味だったのが好きなんですけど、デザイン的にもおしゃれですよね。でレンズカラーなんですけども、はい、濃度がなんと 58% って刻んであるんですよね。はい、はい、刻みです。メーカー様としてはおそらくこのフレームがよりこう引き立つカラーで設定されているんじゃないかなと思うので、はい、なんか最近こう濃いめのカラーレンズですね、お探しの方も増えてきているので、かけていただくとこう最先端というかですね、はい、トレンドの先駆け的な雰囲気で楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、では最後3本目ですね、たくま店長にかけていただいているのがモデル796、はい、カラーが100番ですね、サイズが55、18、はい、価格が 58,300円となっております、はいはい、これめちゃくちゃ好きなんですよ。かっこいいですよね。あの迷いました、先ほどの僕が私物で購入予定のものと、はい、こっちどっちにしようかめちゃくちゃ迷って、はい、ただやっぱちょっとこうラージシルエットが目立つ、ね、っていうか実際もう80年代のラッパーをもうモチーフにしたって、はい、あの中川が言ってたので、もう本当にあのストリートな雰囲気なんですけど、はい、ちょっと僕はあのラウンドが心惹かれたんで、今回はちょっとこっちはちょっと待とうかなと思って、はい、ただめちゃくちゃ僕好きなデザインで、はい、やっぱ最近の YouTube でも僕たちお話ししてたじゃないですか、はい、ラージシルエットがトレンドとしてくるよって言って、はい、多分7285の中でも過去最大級に大きいフレームなんじゃないかなと、はい、かなり大きめですもんね、はいはい、思います。で僕が黒縁かけてるんですけど、ひかりさんクリアフレームで、はい、クリアフレームがですねめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いですよね。なんかこのか、はい、ナード感って本当ちょっとこう80年代のあのちょっとレトロというかですね、あの時代の雰囲気っぽいなと思って、クリアフレーム、あと金芯ですね、ゴールドの芯が入ってめちゃくちゃおしゃれですもんね。なんか女性がかけてもこんな感じで本当に可愛くかけていただけますよね。で私このクリアすごい好きなんですけど、はい、すごい好きなポイントがちょっとこうおもちゃ感があるクリアなので、なんかこうかけてて大きめなんですけど、はい、そのちょっとこう可愛さとかそういったのも出せるので、なんかこう女性にもかけていただきたいカラーですね、うん、大きめにこう挑戦したいけどなかなかなっていう女性の方にはやっぱりこうクリアフレームってすごい肌なじみもいいので、はい、うん、あとコーディネートもやっぱりこうあまり考えなくても大丈夫なので、なんかこうかけてみたいなっていう方はクリアで挑戦されるのおすすめです。で実はそのセリーヌだったりちょっとクラシック、はい、まあ、あの80年代、まあ、それよりこの70年代にセリーヌだったりああいうハイファッションブランドが形成樹脂、はい、アセテートとかじゃなくて、はい、あの大量生産用のプラスチックで当時作ってた雰囲気をちょっとミックスしてるので、ひかりさんが言ってたおもちゃ感っていうのはですね、あながち間違いじゃなくて、はい、まあ、そういうちょっとこうチープな印象をよりこう7285のハイステージなところまで高めるとこういうスタイルになるよっていう感じになります。なので横のディテールとかもちょっとこう曲げてあったり、はい、当時のちょっとハイファッションブランドが作ってたサングラスの名残のデザインっぽい雰囲気も残ってたりするんですよ。なんでこうストリートカルチャーだけかと思いきや結構こうラグジュアリーシーンともミックスもあるので、ちょっと若向けかなって思われてる方も全然そんなことはなくて、本当5年齢問わずかけていただけるデザインに落ち着いてるんじゃないかなと思います。でこちらのサングラスの展開もございまして、はい、かけていただいているカラーが359というカラーで、はい、金額は 67,100円ですね、はい、またこれもサングラスでしか出てないカラーなんですけど、はい、このカラーはめちゃくちゃ独特 で、ね、なんかちょっと保温っぽい感じ、うん、まあ、メガネってたまには水牛の角とか、はい、ああいうちょっと動物の、ね、はい、角系で作る保温フレームっていうのがあるんですけど、まあ、それに近い本当に発色の生地なのかなと思います、はい、なのでよりちょっとこう
高見えというか、はい、もう本当にハイファッションブランドの出してたサングラスの雰囲気にちょっと近づくんじゃないかなと思います。はい、やっぱこういう素材感の違いでやっぱり、はい、やっぱり見え方だったりこう高級感の出方って変わるので、なんかその発見もあって僕このモデル意外と本当にすごい今期のフレームの中ですごい勉強になった一本というかですね、はい、いいですよね。そうですね。ちなみにサングラスにするとこれやっぱ濃いめのレンズ来てるなっていうのがやっぱ感じていただけるかなと思います。はい、では本日はアイバン7285、まあ、あのプラスチックセルフレーム参戦ということでいかがでしたでしょうか。はい、まあ、今期もですね、やっぱサングラス、メガネ、共に素敵なカラーバリエーション、素敵なデザインのモデルが揃ってまいりましたので、ぜひ皆さん、あ、まだ全然ですね、入ってきてないセルフレームもあるので、ぜひ皆さん今後ともチェックしていただければなと思います。では本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録と、あとよろしければコメントの方も、すいません、最近返事がちょっと遅くなっておりますが、しっかり読ませていただいて、もう励みになっておりますので、コメントの方もお待ちしております。ではよろしければまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。